い、皆さん、こんばんは、こういちです。では、ニアの続きですね。ヨナの文通相手のところに今乗り込んできたところです。なんか、いきなり背景が灰色と化したのはなぜなんだろう。まあ、話を聞いてみるか。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。なんか、感情こもってない喋り方だな。どこ連れてかれるんだろう。なんか文通相手って聞いてたからてっきりもっと若い子だと思ったんだけどな。なんかなんだろう、このグラフィックが埃っぽさを演出しているような。どこ連れてかれるの。これ後ろついていけばいいのかな。ちょっとこの人歩くの遅いからいろいろ探索しちゃおっかな。何かあるのかね。いや、もうこっちのことお構いなしでサクサク歩いていくな。ちょっとお先失礼しますよ。あ、ここ開ければいいのかな。あ、そうだわ。あ、え、どうすればいいの。ここ入ればいいの。すいません、ここ入ればいいんですか。何も答えぬ。ここでお待ちください。はい、わかりました。なんだかすごく不安になっちゃう展開だな。めんどくさい。魔物が出たら呼んでくれ。相変わらずのカイネ姉さんだな。魔物、あー、なんか珍しい。あー、横になっちゃったよ。もうゼロじゃん、やる気。ここでお待ちくださいと言われてもな。炎まで灰色、どういうことだ。何をすればいいんだ。一体特に調べられる場所もないし。あ、姉さん、なんていうかカイネってすごいね。ある種の神経が死んでおるのだろう。まったく。そうだよね、客人の家に来てソファーにどっかり横になるとかなかなかできたもんじゃない。だってここは何がある。闇と書かれた鍵穴。え、何やら面用であるぞ。何かあった。怖いの。白、白実は怖がりなんだ。あ、すごい、なんか絵があるね。これだけちゃんと色がついてる。あ、すごい、絵画がいっぱいあるな。なんかだいたいこういう絵ってさ、このなんか屋敷の主の歴代の絵みたいな感じだよね。そろそろ引き返さぬか。なるほど、中には入れないと。じゃあ戻ればいるのかな、その屋敷の主人とやらが。好き。まあ仕方ない、シロももうビビってるし帰るとするか。チキンな本がビビっちゃってるからね。あれ、カイネどこ行っちゃったんだろう。本当だ、消えた。名誉な館ゆえさらわれたか食われたか。消えたって、ビビりすぎじゃねえか。どうせどっかそこら辺をふらついてるんだろう、カイネのことだから。あれってことはどうすればいいんだ。まだ待てばいいのかな。ここはさっきの廊下とつながってんのか。荷物整理すればいいのにな。さっきの月の鍵とやらを探してみるか。でも机がなんか開けれるとかそういうのもないしな。助けてくれ。え、誰かここから出してくれ。なんだなんだなんだ、どこどこどこ、誰誰誰、誰か捕らえられてる。どっから声がしたんだろう。
ここか。助けてくれって言ってたな。何やら絵が変わっているようだが。絵が変わっている。え、どっか変わってるかい。あ、確かにこんな絵はなかったぞ。奥の絵も変わってんのかな。謎な館。あ、全然わかんねえ。ん？あれ、さっきまでここ開いたっけ。あ、そうだ、行こうと思ったら無理だったんだ。すごく苦しそう。なんだか少し怖いな。そうだな、早く行こう。早く行こう。シロは完全にもうお化け屋敷苦手タイプか。早く行こう。もう早く行こうしか喋んねえもんな。全部そうなのかな。あ、わかったわかった。じゃあこっちもってことでしょ。あ、オッケーオッケー。じゃあ行こうか。でもさっきの声が気になるけどね。うわー、壊してー。あ、壊れたわ。隠されたアイテム。やばい、俺こういう視点のゲーム苦手だな。ろうそくの火まで白い。なぜだ。あ、鏡だな。月の鍵。よし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 。これで月の部屋が開くのか。うわぁ、やべえ、俺ほんと苦手だな、この視点。で、急に画面がパッと明るくなるのも苦手。え？なぜこんなところに。よし、月の鍵を使って入ってきたけど。何がいるのかな。あ、まずこっちだね。いや、広いぞこの城。さては、あ、魔物か。魔物ってか、なんだろう、雲か。誰かいる。二十歳前の男の子一人。足音だけでわかるの？当たりですね。うん。あともう一人というか、もう一冊シロもいるよ。足音は一人分ですが。我はシロの書。足の生えた書物などあるものか。まあ確かにね。我らの自己紹介は以上だ。次は何時のことを聞かせ願おう。僕はエミール、この館の主です。あ、この人か。じゃあ手紙をくれたのは君？見えないのかな。手紙？一体何のことですか。おや、なんだか話が噛み合っていないぞ。このエミールがヨナの文通相手じゃないのか。近づかないでください。あ、すいません、ソーシャルディスタンス大事っすよね。危ないんです、僕の目は物を石に変えてしまうから。あれ、ってことはさ、なんか庭みたいなところに石像っぽいのがあったけど、この子が変えちゃったのか。だからこうやって目隠しをして生きているんです。ずいぶん変わった特徴があったものだな。そうだね。手紙の件はもしかしたら執事が知っているかもしれません。あの、さっきのなんか感情がない人ね。この鍵で館の奥に入れるはず。ご案内します。いいよエミル、
僕たちだけで大丈夫だよ。そうですか。では鍵をお渡しします。一番奥の部屋が執事の部屋ですから。あとこの家は迷いやすいので館内の図面をお渡ししておきます。目見えないけど持ってるんだな。ありがとうございます。ありがたく使わせていただきます。星の鍵、あれちょっと待って、闇の鍵が必要なはずなんだけど。シロ、カイネはどうするの？あ、確かに。放っておけ。あの女のことだ。一人で何とかするであろう。そんな。まあ確かにカイネ姉さんだったら、なんか何があっても大丈夫な気がする。あ、闇の鍵の部屋にはまだ行かないんだな。誰か。え。誰か。え。あまり入りたくないな。こっちは？どっち入ろうかな。まあ、とりあえず声のしない方から入ろう。待って、あ、執事だ。ちょっと待った、やっぱやめよう。ちょっと話が進んじゃいそうだから、こっちの部屋から。ここは特に何もないのかな。よし、じゃあ執事の話を聞くか。なんだこれ。執事によく似た人形。なんだ人形か。我らは騙されておらぬか。人形か。なんで人形なんか置いてあるんだ執事の。じゃあこっちは、なに。白ビビりすぎだろ。え、ちょっと待って、入れないの。魔物だ。魔物の音か。たく照明がこう暗転するのがなかなかの演出ですね。いや、この強化した剣にはかなうまい。しかしギヤーって面白かったな。あ、雲だ。結構硬いんだよなこの雲。ん？何かアイテムがあるぞ。光の鍵。あれ、闇の鍵はないの？どっかに。これは骨が折れそうだ。あ、なんか手に入れた。今気づいたけど、ワードって上から降ってくるんだねこれ。なんか暗いこの部屋。水道管でもあれしてんのかな、錆びてんのかな。昔まだなんだっけな、あの引っ越しする前、あの水道全然使わなかったら、なんか蛇口ひねったら中から赤い水っていうか赤茶色い水がジャバーって出てきたことがある。そういえばこれが執事かな。これも人形か。うん。人形っていうかロボットっていうかアンドロイドっていうか。動いた。まあ動いて当然なんだけどさ。どうしたんですか。いつの間にかエミールも。ご主人様。こやつが。ああ、彼が僕の面倒を見てくれてる執事です。悪い人じゃないんだけど、ちょっぴり柔軟性に欠けるというか、人間味がないというか。確かにそうだね。もうかなり人間味がない。申し訳ありませんご主人様。いや、怒っているわけでもない。人間であったか。執事さん、僕たち手紙を受け取ったんだけど。はい、あれは私が出した手紙です。
数々のご無礼をお許しください。ああ、やっぱこの人が書いてたんだ。ご覧の通り、我が主は見たものを石に変える己の目を憂い、自ら光を絶っております。そのけなげなお姿があまりに不憫で、なんとかならないものかと。お、皆様が名だたる勇者と伺い、主の名前で手紙を出したのですが、いただいたお返事はなぜかヨナ様からで。それじゃあヨナとの手紙をやり取りしていたのは。はい、私でございます。まあ確かにね、かなり何度もヨナ様には取り次いでいただくようにお願い申し上げ、ね、ようやく皆様にお会いできた次第で。あ、そっか。まあお兄ちゃんが忙しいから、ヨナもヨナでなんかあれなのかな、気を使っていたのかな。ヨナは違う理解をしておったようだが。あ、そっちね。ヨナもあまりよく分かってなかったみたい。言葉が難しかったのかな、ヨナには。あの執事の書く言葉が。ああ、お会いできて本当によかった。我が主の目を何とかしていただける日が来ようとは。まだそうと決まったわけではないんだがな。そうだったんですか。あいにく我ら、少なくとも我の横のこやつは勇者でも医者でもあらぬ、ただの小僧だ。この際何でも構いません。館の中にある治療法さえ見つけていただければ。え、館の中に治療法があるの？だったら。はい、私が行ければ良いのですが、その場所に魔物が発生してしまい近づけないのです。ああ、なるほどね。お願いです、どうか魔物を倒し、主の目を治してください。やめてよ、お客様にそんな無理言わないで。分かった、いいよ。まあ絶対そう言うと思ってたけどね。勇者を気取るか小僧。困った時はお互い様じゃないか。それにどうせ飼い主も探さないといけないし。申し訳ありません、よろしくお願いいたします。闇の鍵手に入れたぞ。いろいろご無理をお願いして申し訳ありません。僕も敵を石化するくらいならできます。お手伝いします。めちゃくちゃ強力だけどね、石化するくらいならって。ごめんなさい、執事は僕のことを考えてくれるあまりよそ様に無理を言いがちで。僕、皆さんについていきます。ん、何をどうした？役に立つかもしれないから。あ、今後、あーっと、来た来た来た、敵来たぞ。ちょ、エミル、敵来たぞ。あ、特に何もしないのね。これあれか？主人公が逃げ回ってれば、なんかやってくれるのかな？あー、すごい！うわー！一撃じゃない？しかも、ちょっとこれ、今回回避ができないのか。あ、なるほど、主人公を巻き込まないようにしてくれてるわけか。あー、いやでも本当に石化になるんだ。めちゃくちゃ強いぞこの人は、このお方は。あれ、なんか絵がさっきよりもひどいことになっているような気がする。あれ、もう明らかに違う。これはこんなんじゃなかった。何なんだ一体。出た出た、危ない危ない。俺横にいるんだからね、エミールさん。石化したらたまったもんじゃないっす。じゃあ闇の扉開けますか。出た出た。これあれだな、回避ができないからちょっと大変だな。あ、その分エミールがいるからなんとかなるかな。白と黒の世界だな。お、なんかアイテムだ。配信の刃。あ、ここは客間かな。え、鍵がかかっているだと。
なんだ、いきなり敵現れたぜ。しかもなんかびっくりする仕掛けがいっぱいあるのね。贅沢な使い方。これでもう OK かな。いや、回避が取れないから普段やってないガードするしかないのか。これセーブがあるってことは何か出てくるってことだよな。だよな。なんかイベントっぽいよな。ここならきっと僕の目を直す方法が。図書館。どうも不穏であるな。お、まさか黒の書じゃないあれ。もう一冊のやつ。絶対黒の書だ。なんだかこの本白みたい。おおお、また失敬なこと。あれほどの書が4つ2つとあるものか。これ魔法が効かないこいつには。うら、ならこれでどうよ。強化したこの剣でぶん殴ってやるぜ。刃のような紙で攻撃するとは。シロはあんな便利なことできないの？でもそんなに強くないな。石化とは実に凄まじい能力であるな。あ、なんだ。よしよしよし、意外と削れてる。なんだ今度。またバリアか。あ、これどうすればいいんだ。グーパンすればいいのかな。ほら、そういうわけじゃないのか。なんだなんだ。カイネ、カイネ姉さん。いつの間に出てきたんすか。やっちゃいましょうぜ。一体何をやっておったのだ。迷った。そっちは。見ての通り大ピンチ。助けて。こやつ硬いな。やたらと手強いぞ。どうしよう。我に聞かれても。もういいです。僕が抑えているうちに逃げてください。いや、でも確実に削れてる。うるさい。誰だお前。あ、カイネ。この人はエミール。この館の。クソ、潰す。このクソボン絶対に潰してやる。よっしゃ、バリアぶっ壊れた。相変わらず品のない言葉を吐きよって。ああ、僕一人の問題です。皆さんにご迷惑をかけるわけには。では後を任せてお先に。ってわけにもいかぬだろう。当たり前だよ。ごちゃごちゃうるせえ。お、かわいいね。お、弱音だったらこのこの本をしてから好きなだけ吐け。耳が腐るんだよ。要約すると頑張れってことかな。励ましてるのか、あの女が。そういうこと。どう、よし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 。なんだか気持ち悪い本のページだな。何する気だ今度は。あれ、破れちゃった。大したことなかったな。黒の書、まあ、勝手に決めつけちゃってっけど。シロ、これ石化についての研究報告。おお、黒の専務。でもこれ暗号化されてるみたいです。せっかく皆さんに見つけてもらったのに。おい、あいつがお前に言いたいことがあるそうだ。
私にお任せください。羊もいつの間に、どんなに時間がかかろうとも、この私めが解読します。セバスチャン。セバスチャン、あやつそんな名前だったか。あれ、てか魔物がただの本ってことだけか。エミール、覚えておけ。カイネさん、これは罪ではない。これ自体に罪はない。大事なお前自身だ。決して忘れるな。わあ、なんかジンときたな今。中が終わった今、もう必要のないものだと思っていた。そして私自身も終わりだと思っていた。この腕も私もまだ生きる意味があるように、お前にも未来があるはずだ。カイネさん。だがもし私のこの体が、何を言ったんだろう。そんな、カイネさん、約束ですよ。絶対に、僕は絶対に諦めません。だからカイネさんも。じゃあね。はい。ヨナは病気がちであまり外に出れないから、もしよければ時々手紙を送ってもらえるかな。はい、喜んで。皆さん、お元気で。うん、また会おうね。エミールの目が早く治ることを祈ってるから。あ、封印されし言葉が集まった。よっしゃー。さっきはエミールと何を話していたのだ。青少年に悪影響を及ぼすようなことはなかっただろうな。確かになんかこう、なんか怪しい手つきだったような気がする。この下着女。うるさい。な、シロン落ち着きなよ。でもこれで全ての封印されし言葉が集まったわけだ。あとは黒の書とやらを見つけるだけだな。そう、絶対に見つけ出してヨナを助けるんだ。いやー、でもなんかあれだね、カイネがエミールになんかそれは罪ではないって言ったじゃんか。あれなんかすごい良かったな。その石化する能力みたいなのを、なんつうのかな、多分エミール自身は嫌なものとして捉えてたと思うんだけど、それをカイネはなんだろう、それも自分のなんだな、あの個性だからみたいな感じでなんか認めてくれてたっていうか、なんかそこがすごいジーンときたな。うん、まあとりあえず全てのワードも集まったことだし、とりあえず多分ポポルさんのところへ行くのかなと思うので、まあキリがいいから今回はここで終了にしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。